お疲れ様でした。お疲れ様でした。放送直後のキャスタートークです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今週のニュースからでしょうか、先週からでしょうか、お天気コーナー、小牧さんが伝えているお天気コーナーで、うん、花粉の情報が追加されましたよね、うん、私も毎回必ず欠かさず見ているんですけど、うん、今日がかなり多いっていう情報だったんですけど、非常に多いだね。非常に多いでしたねよく見てくださってるけど非常に多いんでしたそうなんです。ほどほどにチェックしてるって感じだね結構多いなみたいな、今日は多いなって思ったんですね。でも本当に花粉が増えてきましたよね、うん、ね、増えてきたよね、うん、私実は花粉症になったのがここ2年ぐらい前なんですね、うん、で去年はなんか鼻がムズムズするな、うん、これってもしかして花粉症なのかなと思って病院に行ってアレルギー検査したらスギ花粉の反応が出て、初めて花粉症っていうのを自覚したんですよ。ちゃんと検査したんだね。そうです、しました。行ってしてもらって、で秋はなかったんですよ、本当に春だけっていうのを出されて。スギ花粉なんだ。そうなんです。で今年はもう花粉症だから対策しよう、いつからなんだろういつからなんだろうって思っていたら、まさか2月まだ冬じゃないですか、こんな早くから花粉症って花粉って飛んでるんだっていうのを意識してみると初めて知ってですね、結構驚いたんですよ。でも今年って遅くないですか。うん、遅いと思います。あ、そうなんですか。1月下旬ぐらいから出始める人は出始めるから、はい、今年はだいぶ遅かったと思います。そうなんですね、うん、寒波の影響があるって言うんですよね。そうですね、寒かったからやっぱりスギ花粉もとどまってたんでしょうね、うん、そうなんですね、うん、いやこんな早くなんだと思って結構びっくりして、で今日は日中暖かかったから、うん、いやもしかしてと思ったんですけど、私も家出た瞬間くしゃみでした。くしゃみ、痒いと思う。え、じゃあ薬は飲んでないの。まだ飲んでないです。あ、そうなんだ。受けに行け、もうこれだけ私が早め早めの対策必要ですよって多分ね、今シーズンもう 2,3 回はこの放送を通して伝えてるんですけど、はい、横でそうですねって多分ね相当うなずいてるはずよ。いやいやいや、行こうと思ってるんですけど、やっぱりね平日はニュースがありますよ。なのでちょっと、はい、説得力ねえなおいすいません。いや実はテレビをご覧の皆さん、あまりよくご存じないかもしれないですけど、このエブリキャスタートークのこの今日のこの3人のメンバー、3人とも花粉症、スギ花粉症なんですよね。そうなんです。で、小牧さんもそうだよね。私もです。はい、内田さんは小学生ぐらいからって、まあ長いですよ、うん、小学校低学年頃からもうね、スギ花粉歴相当長い。何年になるんだエブリより長い、長い長い長いですよ。多分30年近くなるんじゃないですか。うわー、どうですか。よく覚えてるのは、はい、小学校低学年の時にそろばん塾に通ってたんですよ、はいはい、で筆算をねこうバーッとこうやって、あと1行このね足し算をすれば答えが出るって瞬間にくしゃみが出て、そろばんの玉がこう弾けたっていう、よく覚えてて、なんだこれはと。で風邪かなと思って病院行ったら、はい、花粉症ですって。へえ、小学生でも。いや苦しいですよ本当に。なんか花粉症っていうのは体にこう徐々に蓄積されて一定にとどまった時にこうアレルギー反応として出るっていうのを一回聞いたことがあって、ほう、なんかそんな話を聞いてたんですけど、わかんないですけど、だから私もついに全部たまったんだなと思い、まあでも体質が変わってきて急に発症する、まあ、日本人さんのように、はい、そういうのはあるっていうことで、言いますよね。ただこれね、ほっといて急に治るってことはないらしいですよ。今週耳鼻科に私、はい、取材行ったじゃないですか、はい、舌下免疫療法、ベロの下に、はい、まあ、薬というかスギ花粉のエキスを垂らし続けて3年ぐらい続けると免疫ができてスギ花粉に苦しまなくなるという、うん、そういう治療法を、はい、まあ、エブリィでお伝えしましたけれども、はい、まあ急に治ることはないということで、そういうものを続けない限りはね。でも1日1回で良かったですよね。あれば一滴垂らして、そうですね、まあ、簡単っちゃ簡単ですよね、うん、ただ私関東出身じゃないですか、はいはい、で関東出身の方で、はい、人で鹿児島に来て治ったっていう人が、いう人がたまに耳鼻科でそういう方が現れるそうなんですけど、はいはいはい、実はこれ治ってるんじゃなくて、はい、やっぱり関東と比べてスギ花粉がただ少ないから、ただあまり症状が出てないというだけで治ってるってことはないらしいです。あ、そうなんですね。ということを耳鼻科の先生がおっしゃっていました。そうなんですね。なんですね。
そうですか、対策してませんか。まだしてませんでした。でも本当こんな辛いんだと思って、私家族みんな花粉症なんですね実は、そうなんだ。兄と妹いて両親もみんな花粉症で、妹に関してはもう春の時期になると顔がむくんでる肌荒れですかね、そういう皮膚にも影響が出ていて、かゆいかゆいって言って、肌かゆくなったりしますよ。それはないな、ひどいんですね。いや私だけならないなと思ってたら鹿児島来て逆に私はなりました。まあね、体質の変化、生活環境の変化というのが、そういうのもあるのかもしれないです、ね、ちなみに大体いつぐらいまで飛ぶんでしたっけ、今年はどうですか。3月上旬から中旬がピークで、3月の終わりとか4月までまだ飛び期間が続きますよね。なるほどね。ちなみに先ほどご紹介したこの舌下免疫療法は開始の時期はだいたい5月頃から始めるということなんです。今シーズンはとにかく耐えて、それから治療を開始するということでした。そうなんですね。はい、もうしばらく頑張っていきましょう。はい、はい、薬飲んだ方がいいよ。はい、しっかり飲んで次は対策してキャスタートークに臨みます。だって放送前目がかゆいかゆい言ってるの。必ずくしゃみをしてますね、私は。え、ちょっと待って、閉めていいですよ、花粉症の話題でお伝えしました。皆さんもこれ毎週毎週なんか ここでなんか使えるよね。すいません、どうした。そう言われるんですけどね、今ので締めかなと思ってました。あ、締めます、しっかり締めます、視聴者の皆さんもしっかり対策をして楽しい春を過ごしましょう。今週もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。